行くぞ。また仲間が減った。 EDF はもっと人材募集に力を入れるべきだ。もう強制的でも構いやしねえ。すでにそういう状態だ。ワウレラバ歩兵隊燃えたぎる闘志の旅だ。空気が放電、鉄鋼ションシップを破壊する。発射まで3、2、1。テレポーションシップの破壊に成功。あれがフーリガン砲か。敵の装甲を貫いたぞ。地上部隊前進。テレポーションシップを撃墜しろ。シップを狙え。足を撃て。命中する。走れ。勝ったぞ。フリア。おお。ADF。ADF。さあ今すぐ銃を取れ。押し寄せる円盤撃ち落とせ。フーリガン砲ファイヤー。奴らを入れはしない。テレポーションシップを撃破。試作段階で連続使用はできない。これ以上の支援は期待するな。残りは我々で片付けるぞ。進め。所在不明だった海生物アーケルスが確認されました。作戦エリアの付近です。何？に引き寄せられるとでも言うのか。アーケルスを攻撃しろ。無傷で通過させるな。アーケルスを撃て。無傷で逃がすのは恥だぞ。アーケルスに着弾。攻撃は効果があるようです。
しアーケルスを撃破できれば最大級の戦果です。勲章どころではありません。逃げたか。だが追い詰めはしたということか。いえ、アーケルスは一つのエリアにとどまらず移動を繰り返す習性があるようです。飽きて他に行ったということか。クソ。
クルエが民間人を守れ。そうじゃない、突入。誰か、こいつが新種の怪物か。可愛いじゃねえか。鈍そうなやつだぜ。新種といっても大したことはなさそうだ。さっさと駆除しちまうか。攻撃。この怪物の能力は未知数です。慎重に対応してください。悪くなりやがったぞ。転がってる。こいつら俺たちを潰そうとしてるのか。すべての怪物を駆除する。クリア。うわあ、クリア。誰か、誰か。死にたくない。助けて。助けてくれ。早く交戦しましょう。テレポーションシップが移動を開始。テレポーションシップ2隻が接近しています。射程に入ったら撃て。やった。パワードスケルトンのおかげで重さを感じなくて済む。勝利の外界には俺たちの犠牲が必要だ。我らは本心たぎ燃えたぎる魂のたぐがいだ。おたけびをあげろ。恐れを知らず進め。テレポーションシップが怪物を投下。窓外れ。敵を倒すのは俺だ。なんだこの音は。転がってきやがった。早いぞ。少し相手だ。油断するな。来るぞ。
数の民間人が義勇兵となりエイリアンと戦っています。政府は義勇兵に対し特別待遇を与えることを決定しました。今後全ての義勇兵は EDF 正規兵と同等の待遇を得ることができます。ただし特別待遇に伴い新たな義務も発生します。詳細は EDF 広報部へお問い合わせください。向かってくるぞ。叩き潰してやる。以後この怪物を侵略生物ガンマと呼称します。ガンマ型は非常に戦いにくい相手のようです。遭遇時には十分に注意してください。燃えたぎる魂の策がいた。さあ雄たけびを投げろ。もうそれを知らず進む。ライトをつけろ。これは武者ぶり。作戦開始だ。十分に注意しろ。夜の奇襲作戦か。そんな手が通じれば苦労はないぜ。今やこんな作戦が当たり前か。せめてもう少し戦力があれば。敵は小さい俺たちを見つけるまで苦労するはずだ。行くぞ。
撃を受けて射撃準備できています。仕留めてやる。射程に入りやがる。よっしゃ。上空に敵の揚陸艇です。眠いな。戦闘準備よし。戦闘準備よし。
除隊を願いてた奴がいた。分かったか。百科さんだぞ。お疲れ様でした。軍隊ってのは思ったほどいいところじゃないな。